岩本照、スノーマン、とぬくみめるの演技に胸キュン必至。映画、萌え枯葉オレンジ色。転校したばかりのぼっち女子高校生と、シャイで仕事にひたむきな消防士が恋に落ちる人気コミック、萌え枯葉オレンジ色。ときめきと胸キュンに満ち溢れた同コミックは、注目度抜群の俳優を主人公とヒロインに迎えて実写映画化され、2022年7月に公開された。主人公の消防士、海老原京介役を務めるのは、人気グループ、スノーマンでリーダーを務める岩本照。2022年3月公開の映画、おそ松さん、ではスノーマンのメンバー全員で主演を務め、話題をさらった。そのすぐ後に公開された本作は、岩本にとって映画単独初主演作品となる。そしてヒロインの女子高生、佐々木萌え役を務めるのは、モデルやタレントとして活躍中のぬくみめる、めるるの愛称で親しまれるぬくみは、10代の時にモデル活動を開始。ファッション誌の表紙を飾ったり、バラエティ番組に出演するなど幅広い分野で活躍し、2021年に女優デビュー。同年放送の連続ドラマ、恋です。ヤンキー君と白杖ガールに出演した際の演技も好評を博した。女優としてキャリアを積む中での、記念すべき映画初出演となった。